ご視聴ありがとうございます。竹パチチャンネルのたけしです。今回は CR 新花の刑事2を完全攻略していきましょう。2017年12月に乳銀から導入された319の初当たり 70% 各辺のミドルタイプです。ボーダーが 19.1 と少し高めですが、技術介入で下げることが可能です。さらに 70% 初当たりが各辺なので出玉面も期待ができます。通常時へそマックスの状態で当たってしまうと電サポ中の離席ができなくなってしまうので、当たりそうになったらへそためストップです。また潜伏各辺はありません。アタッカーは9カウントなので、5カウント入ったら打ち出しストップ、8カウント入ったのを確認後弱強強の3発を打ち出します。またこの時弱強の2発でも可能です。臨機応変に対応しましょう。規定数では16ラウンドは1872玉ですが、1950玉は目指しましょう。1900玉を切ってしまうとベース24はないと厳しくなります。止め打ちは1、2回砲3パターンです。左点と右点と両点との、3種類です。ランプ点灯から1回砲目が早いので、一発打ち出しランプを確認し、ランプ点灯別に打つというタイミングになります。タイミングの詳細としては、まず左点灯の場合ランプを確認しつつ同時に一発打ち出し、左点灯を確認した後3発打ち、2発目が入ったら次の1回砲目の一発を打ち出します。右点灯の場合1発目が入ったのを確認後2発打ち出し、2回砲目の1発目が入ったら次の回砲の1発目を打ち出します。両点灯の場合ランプ確認後にすぐに4発打ち出します。2回砲目の3発目が入ったら次の回砲の1発目を打ち出します。また100回転以降は消火速度が上がるので以下の打ち方を推奨します。あまりにもこぼれてしまう場合はひねった方がいいです。また極端に減る場合は打ち出しの弾を減らしましょう。換金率貸し玉等価でベース 23.0、 増減率プラス 0.10、出玉値間が16ラウンド平均1950玉、通常回転2000回転で期待値約プラス5750玉になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォロー、高評価、コメントお待ちしております。それでは。